はい、どうも皆さん、私です。はい、ということでね、ゼノブレード2黄金の国以来続きね、やっていきますよ、今回もね。まあ、前回はですね、なんか滅の痕跡があるっつうから、痕跡っぽいところに来たんですけど、まあそれがね、まあ、滅の仕業じゃなくて、変な、まあ、モンスターのせいだったというね、結論になりました。で、今回はですね、おっせーな抜刀してると、今回は、シャープ4からね、言ってた、ラウラじゃねえ、アデルと、ユーゴが久しぶりに会ったので、まあ、情報交換しようってね、言ってましたね。なので、今回は、シャープ4で言ってた通り、ユーゴの、ゴザ舟で、ゆったり話そうじゃないかと、男同士のね、話をしようじゃないかっていうことで、ゴザ舟に向かう途中なんですけども、これね、道中の敵はね、今喋ってたからカットしなかったですけども、カットをしていきますんで、はい。206、遠くなってんじゃん。268、200、で、どっち？あ、こっちか。260。てか、これさ、ラスカムの港にさ、これワープできんじゃねこれ。行く？ちょっとね、ワープするわ。どうすんだっけワープって。スキップトラブル。行けるよねグーラ。全域。あ、行けんじゃん。なんだこれ、ワープすりゃいいじゃん、すぐ一瞬で。で？あ、戻ったよ。あ、クエストはなんか、あ？クエストはつってる間になんかムービー始まっちゃったよ。そうか。この辺りを荒らしていたのは、シアの部隊だったのか。シアって何？ええ。本国が滅によって沈められたことで統制を失った部隊が多いようです。できる限り武装解除させているのですが、さっきの村のようなことも各地の惨状を目の当たりにしました。どの勢力も本来の目的を忘れて争っているようだな。それだけ世界に余裕がなくなっているということでしょう。様子を見てきましょう。ところで、イーラの状況はいかがですか？国王陛下の賢明なる統治のもと、安寧を謳歌していると言いたいところだけどね。内実はどこも同じですか。滅による破壊はイーラの領有にも及び始めている。本当なら我が国も援軍を差し向けたいところなのですが。無理しなくていいさ。そのためにアーケリアから彼女を譲り受けたわけだからね。そうか、君が。マルベニーじゃん。やはり次期イラを使者を送って本当によかった。あなたが言うとシャレにならない。国元に波風は立てたくないのですが。ただの女才です。影響力は皆無だ。そこで終わればですがね。コアの色は違うようだね。おまけに女性とは可憐という意味だよ。滅は卑怯な体育をした大男だった。不安かしら。むしろその逆だよ。ブレイドの能力に容姿性別の関係がないことぐらい常識だ。いやー、でも可愛い方がよくね。抵抗軍のヒロインになれる。担がれるつもりはないんだけど。来る。それでいい。君に頼みたいことはただ一つ。私の過ちを正してくれること。あの滅を葬り去ってもらうことなのだから。なるほど。辺境を平定し遠征軍の雄と謳われた彼が。ブレイドの暴走なんてこれまで一度としてなかったことだからね。アーケリアとしては公にしたくはないのだろう。
抵抗軍への支援もわざわざアバリティアを経由させているくらいだ。それであなたのもとへ。宝刀王子だからね、ボカ。ことを収めればそうも言っていられないのでは。よしてくれ。君と同じで権力に興味はない。終わったら隠遁して畑でも耕すよ。皇帝陛下、第三十人隊が帰還したようなのですが。何かあったのかい。妙なものを見たと申しています。何。傭兵崩れの集団が人目を避けるように移動していたとか。傭兵崩れ、全然わかんない。確かに妙ですね。この辺りにはもう稼ぎどころの戦場も略奪できそうな村もないというのに。陛下のご上の通り、むやみに戦闘は起こさず、行き先を見届けただけで帰還したそうです。そうか。それで行き先は。村の外れだとか。村の外れ、墓場くらいしかなかったな。シン、あれか、ラウラか。そうか。もうラウラのことが心配になるとシンは真っ先に行くね。さっきは持ってっちゃったけど、やっぱり母さんがずっと使ってくれると嬉しいな。ほう、あのアバズレくたばりやがって。ずいぶんひいきにしてやったのに。もしやこれラウラとカスミ二人でやるんすか。ふん、いっぱしに構えるようになったじゃん。シンが来ないすか。しょんべんちびりそうな顔で震えていた小娘がよ。あの子供の時ね。あなたはシンと同調した時ね。これは本編であったやつですね。覚えていてくれたか。感激だね。そのゲスズラ、忘れたくても忘れられないわ。有名。何の用。想像はつくけど。ありゃもともと俺のもんだからな。とその前、まずはこいつの礼をさせてもらわねえとな。すぐに死なせやしねえって。切り刻まれるお前を見て、あのすかしたブレイドが絶望しながらコアに戻っていくとこを見届けてやるのぜ。私が引きつけます。その隙に皆さんのところへ。無理よ。あいつ、霞の力を知ってて、ブレイドよりも傭兵を集めたんだ。そういうことね。ブレイドだったら抑えられるからね、霞の力で。死なねえ程度に可愛がってやる。これ倒せんの。カスミとラウラ二人で。でもやるしかねえからやるか。あ、パーティー編成変わった。これなんかレベル上げたいんだけど無理。どう考えても無理だよね。あいつ行くか。みんな気をつけてって二人しかいねえんだよ。カスミと二人しかいねえんだよ。どうする、ザコから行くんかい。いや、レベル20で無理じゃね。1516。あ、そんな強くねえんかな。まあ、とりあえずこのね、雑魚ちいやつだから行こうか。これだよ。とりあえずアッパツを撃ってから、で、あ、セミナフなんで、ちょっと変えるか。カスミとチェンジ。1370HP、こっちも。よし。で、ちょっと回復してから霞に変わって、あ、やべ、キャンセルしてた。あー、強。よし、倒した。レベル3になったから、こっちの、カーティス、ゴートの方に上げれるか、必殺技を。で、ゴートを変えて、こっちにするか。こいつもなんか強そうだな、名前があるから。
あ、そうでもねえか。そうでもねえな。よし、あとゴートだけ。変える？変えなくていいか。ラウラでいいか。必殺技1が溜まってる。でもどっちも、あ、確か確か。なんかそんな強くなかった。手間のかかる奴らだ。おい、逃がさねえように取り囲め。やっぱりラウラ様だけでも大丈夫。来てくれたわ。おお、さすが神強。かっこいいね。失敗だ。逃げろ。かっけー。なんだこれ。まだ足りないか。次はどちらかへ。右足か左足か、それとすげえラウランなのことになると怒りが相当好きだね。ラウラのラウラのこと。もういい。よし、私のために無理しないで。まあ戦いが嫌いだからね、本来シーン。よかったのか。両腕がなくても君の災いになるぞ、あれは。ここで切りたくなかったんだ。あんなやつだけど、母さん世話になってたみたいだったから。さあ戻ろう。やっぱり私もご座船っていうのにお邪魔させてもらおうかな。怖えよ。なんだ。なんだってめえら。ケリア、あ、戻った。どうするかな。ラウラちょっとユーゴ使ってみて。あ、でも HP 少ねえからやだな。いっか、ラウラで。ござ船に戻るということで、まあスキップするか、めんどくせえから。ちょっとスキップします。港。このね、BGM たまんねえんだけど。
あ、終わっちゃった。こんにちは。ちょっと感動な BGM が流れているところが。私の名は黒金。とあるドライバーのブレードだ。あ、ブレードなのね、こいつ。私のドライバーは見た目は愛くるしいのだが、戦闘のプロ、いわゆる傭兵というやつでな。そのドライバーが今度受け負った任務がかなり危険な内容らしいのだ。それに今、私とそのドライバーとして任務に同行してくれる腕の立つ仲間をスカウトしている最中でな。それにしても、貴殿たちから感じるこの並々なる気配。どうやら相当な手慣れ、と見た。どうだろう。貴殿たちの実力を私に測らせてくれないか。方法はこうだ。ブレードコンボを2段階目まで発生させて、これ5回行ってくれ。属性なんでもいい。レベル1の必殺だから、レベル2以上の必殺台繋げるブレード、そりゃブレードコンボ全然やってないね。レベル2までやるやつ。なんかレベル1は行くんだけどさ、レベル2以上のブレードコンボやってないよね。で、5回成立させてほしいと。で、もちろん必殺台を繋げるんだから、他のチーム同士でも可能だから、いろいろ試してみるのもいいだろう。それと、ブレードコンボを行う場所は統一して問わないで、どこでどんな敵を相手にしても構わんぞ。なに、私はこう見えてエーテルによる知覚が得意でな。貴殿殿ほど実力が必殺技を放てはどこにいても感知できる。それで期待していると。まあ、これはね、やってりゃいつか終わるでしょ。ということで。とりあえず受けとくだけ受けとこうと。まあ、いいえ。え？必殺技を敵にヒットさせるとブレードコンボが始まります。で、ブレードコンボに1、2、3、3段階で、順番に下げて3まで決めるとブレードコンボ達成です。1、2、3と繋げるには、レベル1以上の必殺技、2以上の必殺技、3以上の必殺技を順番に敵にヒットさせましょう。繋げる必殺技は他のチームの必殺技でも大丈夫です。他のチームは必殺技を使いたいときはコンボ申請が表示されます。まあ、たまに出てくるやつね。どのチームの必殺技を使わせるかよく考えて評価してみましょう。ブレードコンボはどの属性の必殺技でもレベルの順番を回れば、3段階目まで達成することができます。特定属性の時には、発生されるクリティカルルートが存在します。これさ、前やんなかったっけ？ルートは全部で16ルートあり、そのうちヒーヒーヒーかわり、なんか前どっかで同じ説明見たような気がするんだけど。そうだよね。うん、はい。あ、人の輪が入ったなんか。で、外なんでしょ？どうせこの外の。うん、この輪っかの外なんだよ。はい。で、もう一匹じゃない？なんかこう、あ、なんか、クエストやろうと思ったら、なんかムービーがちまちったよ。さあ、到着しました。これが僕の船です。皆さん、ご招待できて光栄ですよ。皇帝陛下の船って言うから、もっとキンキラキンに飾り立ててるかと思ったけど、そうでもないんだね。気に入ったよ。国によっては君主のご座筆といえば、移動する王宮といった大向きのところもあるんだけどね。スピルベアでは、たとえ皇帝といえど優れたドライバーでなければならないという、勝負わかんねえ。の国税だ。ご座筆にも軍船を起用しているのさ。その通りです。お忍びでなければ、全軍の、読めないから後でツッコミが入ってると思います。こそが、我が玉座のあるべきとこです。それで最初に、読めねえんだよ。もうちょっと優しい感じにしてくれ。のが、総大将だったら意味がない。最初に倒れるのかな、わかんないけど。シン。いいんですよ、ラウラ。彼の言うことに間違いではありません。だからそこ皇帝には帝国の使用たる和田積と家具槌のドライバーたるいうことが求められているのですから。ギョイ。陛下の、神明、体。私たちこの身に変えましても、頼りにしています。で、まあ、メレフだよね。まあ、ちょっと話を、本編の話をするとさ、本編でもさ、皇帝陛下がいたけどさ、まあ、皇帝陛下のさ、姉ちゃんであるさ、まあ、メレフがさ、本来メレフが引き継ぐはずだったけど、メレフは女性っていうね、理由でなれなかったわけよ。でもね、このブレイド、家具槌とね、わだつみがさ、メレフの、ブレードとして機能してるわけじゃないですか。まあ、あれね、まあ、わだつみはもう皇帝の元々のね、ブレードだったけど、まあ、途中で理由があってね、あのメレフになったけど。はい、伝令であります。なんだよ。今、皇帝陛下が、賓客、来客をもてらしていらっしゃる。読めないんですが。騒がせたて祭るような行動は慎んでもらいたい。あ、これは皇帝陛下、失礼いたしました。構いませんよ。何やらし、気球の報告の様子、僕が用向きを、聞いても構いませんか？もちろんであります。鳥蜘蛛を焼き払った者の存在もありますので、先ほど偵察隊が、紹介行動を、にしていたのですが、セイガル橋梁の、にあるキャンプの近くでグーラ人の少年発見したのですが、逃げられてしまいまして。ねえ、それって鳥蜘蛛の生き残りじゃない？はい、そう考え、追加の偵察隊を出すところであります。わかりました。呼び止めてすみませんでしたね。行ってください。は、失礼いたします。我が国としては難民はできるだけ保護したいところです。早く見つかると良いのですが、
待って、私たちも探し行こうよ。なんで、軍の方が人手をかける探せるじゃない。村を焼かれて怯えてることだよ。兵士が来たってまた逃げるだけだって。確かにその通りだな。よし、行くとするか。では急ぎましょう。少年が遠くに行ってしまう前に見つけたい。うん。みんなお人よしというか、なんというか。やべえ、録画時間が20分になっちゃった。ちょっとまだ遊びてちょっとまだ遊びてんですけど。少年の育休を完了しよう。ちょっとこれまでやっていい？ちょっとね、まだやめたくねえ。面白えわ。19m。なんかこいつに変な感じだな。はてな。なんかこの辺のクエストも一応拾っとくか。シアトルの戦争、メズの襲来、この先スピリビアどうなっていくのだ。いかんいかん。陛下の戦兵たる俺たちスペルビア軍事が弱気になってどうする。こんな時だからこそ我ら一人一人、強さが求められているのだ。うわぁ、あんたたちいつからそこに。うん、なぜ強さが求めるからだって。そんなことは簡単だ。強ければ栄え、弱ければ奪われる。それが今のアルストの真理だからだ。はい怖いっすだから俺はいつかたとえ一人でもユーゴ様を、いや、スペリバーという国すら守れる強さを持った軍人になりたいんだ。それこそ滅のような天の聖杯が相手でもな。そうだ、あんたたち見たとこかなり腕が立ちそうだな。これから俺と手合わせをしてくれないか。もちろん全員本気でかかってきてくれて、それくらいじゃなきゃ俺一人で天の聖杯を倒すなんてできそうないから。お前じゃ無理だよ、絶対天の聖杯を倒すのは。もっとも俺とでスペリビア軍の狙撃手と呼ばれた男が簡単に負けるつもりはないぜ。では行くぞ。あ、やんの、もうやんの。お手伝いさせていただきます。いや、いいです、大丈夫です。やるの？やるんかい。じゃあやるか。はい。レベル19。こっちさ、ちょっと変えたいんだけど、 HP がラウラの HP がやばいんで、チームに変えて、ブレーキひたすら打ってもらって、でブレイドコンボが1今溜まった。やべ、わだつみやばくね。回復してあげて、かすみ、よし、回復してあげて、でボルト、これで2枚溜まるでしょ。アデルが必殺技打ったから OK、 溜まった、2枚溜まったね。でちょっと芯に変えよう。3まで行きたい。お、行った、3まで行った。あ、倒した。倒したら別に倒していいんだけどさ。え、完了したよ。倒したよ。くう、なんて強さだ。全く大したやつだ、あんたたちは。スピリア軍の狙撃手なんて思いやがって、自分が恥ずかしいで。あんたたちはただ強いだけじゃない。ドライバーとブレイド、そして仲間と仲間、その絆の強さにこそ、あんたたちの強さの本質があるんだろうな。よーし、今日から俺は兵士の一人でただ強いだけの兵士じゃない。仲間や民衆、そしてそれらを守って先にある後世のスピリアジェットたち、そんな人たちから慕われ憧れるような強さを持った兵士だ。あんたたちのおかげで俺が目指す強さってものが見えた気がするよ。感謝するぜ、へへ。あ、入った、人の輪ゲットしたぜ。やっと入ってくれた、この輪の中に。あ、やべ、ちょっと読めなかった、読めなかった。読まして。あれ、読めねえ、この中に入ったやつを読めねえんだけど。ち、読めねえよ、もう。はい、もういいや、戻ろう。スピリア軍1の狙撃手。あ、クエスト。ちょっとクエストもやっていきてえな。そうするとストーリー進まねえんだよな。クエスト、動画にする？それとも、勝手にやっとく？動画にせずに。ちょっとこいつもクエストっぽいな。あ、宝箱ある。どうせ、我がスペリア帝国の技術の、息を、集めて買い、あ、ござぶねは、なかなか壮観でしょう。ただハイスペックすぎて我々メカニック泣かせなのがたまに傷なんですがね。港に停泊するたびに整備で大忙し、もう長らく故郷には帰っていないんです。ござぶねと共にアルスト地を飛び回る生活が長くなって、やはり故郷の味が恋しくなりましてね。昔母から聞いたレシピを思い出しながら自分で作ってみたのですが、うまくいかず。そうだ、皆さんの中で料理ができる人はいませんか？レシピをお教えしますので、どうか私に故郷チルソネスの料理を作ってもらえましょう。シンが料理できるよ。全然作れねえけど、材料がなくて。前回作ろうと思ったけどね、シンがね、全然、こっち材料がねえから、素材がねえからね、作ってくれなかったんで。はい、それでは楽しみにしていますからね。思い出の故郷の味、オーダーされちった。よし、
僕に任せてくれ。いいえ、まあ、とりあえずちょっと宝箱取りますね。なんかどんどん増えていくな、このさ、人の輪のさ、外側にどんどん人が増えてさ、この輪っかの中に全然入ってくれないんだけど、ちょっとやっぱクエストやりてえな。クエスト用で1個動画作っていい？あ、なんかこれ、スキー失敗、ダメだ、取れねえ。レベル上げないとだ、これ。この辺で。で、まあ、この辺はいいか。で、この辺話しかけないとさ、人の輪がなんか出ないんかな。アイテムの中には特別な効果を持っているという意味で、貴重品というものは存在します。ただ、特別と一口言っても、単純に効果そのまま強いものもあれば、持続時間が永遠する。永続するものなのさま、あ、そうなの？永続するの？そういったアイテムは突然一般には流通していません。特別な知識を持った一握りのもの、アゼル様や優吾陛下のような専門的な知見を持った方々だけは独自に生成することができるのです。あ、入った、やっぱり。知恵の輪が入ってるわ。知恵の輪じゃねえや。なんで知恵の輪って言って、人の輪ね。はい。で、このこいつも入れとこうか、メクネス。戦いの最中、予期せず仲間が倒れて、もしそんな状況に出くわしたら、その方の傍らで手を差し伸べてみてください。みんなの士気が高まっていれば、うまく助けを起こすことはできるはずです。当然、士気が。はい、助けることはできません。それとも起こされた仲間は本調子ではないので、また倒されてしまうことはないよう、援護を忘れないであげてくださいね。大切なのは助け合いの精神です。仲間へどんな苦境だって乗り越え、おー、いいこと言うじゃん。仲間へ馬がいれば、どんな苦境だって乗り越えられると信じています。その言葉は忘れんなよ、メクネス。はい、メクネスも増えたね。でこんなんさ、一日人の話もさ、これ動画に上げてたらさ、動画時間めっちゃ長くなってるんだけどさ、もうさ26分だよ。うわー、ちょっとまだやりてー。バズアイン、あんたたちの中でも攻撃が得意なやつ、防御が得意なやつ、回復が得意なやつがいるだろ。あれね、霞が回復みたいな感じで、ね、攻撃が真みたいな感じで、ね、攻撃得意なやつの役割、ともかく相手を攻撃続け倒すことも、ただ闇雲に攻撃続けばいいってもんじゃない。あ、攻撃をすればするほど相手からの敵意は自分に向いてヘイトってやつね。敵のように相手を攻撃して、敵意は防御は得意なやつに引きつけてもらう。これは戦闘の鉄則だ。まあ、あれだよね。ゼノブレード1からの鉄則だよね。で、俺を倒したあんたたちには余計なお世話だったかもしれないです。あ、もうこいつ話しかけてたわ。ちょっとこっちの中も行きてえな。で、こんなことやってるとさ、全然進まないんだよね、ストーリーが。作戦司令塔特別執行官。あべ、なんてさ、まあいいや。あ、なんか人の輪の外側に増えた、こいつもどんどん増えてくな。人が人の輪には入ってくれねえのに。あ、ここにもいるな、外交官。私メスベルビア帝国特使のビート・ホレロッスンと思います。以後お見知りおきを。皆様にお近づける印、いいことを教えしましょう。ドライバーの皆さんが使われている武器は全て属性が備わっていることは。あ、武器なの？属性って。例えば、火属性を持つ武器を持ち切れば水属性を持つモンスターとの相性は抜群、つまりは有利に戦えます。また、ブレイドにおいては、その力を象徴するような固有の属性を持っていると。例えば、我がスペリキアンの確実さは火、我がスミさんは水の属性をそれぞれ。ない。キャラも持ってるし、武器も持ってるんだ。武器はブレードを持つ属性とモンスターの属性の相性を見極めることは、この戦い勝利に導く過激となりましょうと。はあ。まあ、ちょっと有益な情報だったわ。武器に属性があるのは、なんか本編なかったよね、そんな。武器に属性って。ブレードにはさ、あったけどさ。ちょっとこっち行きたい。やべえ。やべえ。もう録画時間が30分だ、これ。やべえ。これ参ったな。ちょっとこっちだけ行かして。なんもねんかい。言ったけどなんもなかったわ。せめて宝物ぐらいあると思ったけど、なんにもねえや。つうことで、次クエスト少年の行方を完了しようってね。まあ今日はね、ちょうどご座船でお話をしてね。まあ少しだけ進んだのでいいかなと思ってます。なんだこれ。宝物。あ、取ります。いただきます。いただきます。金か。で？こっちで戻るって感じかな。はい、ということで、もう録画時間が30分になっちゃったので、まあ一本のね、動画を短くしたい私からすると、まあこの辺でちょっと終わらせようかなと思ってます。なんかサルベージャドドンっていうやつが、ちょっとこいつに話しかけていい？はあ、どんどん憂鬱になってきたもん。早く持っていかないと相棒に怒られてしまうもん。おう、これは旅の方、ドドンの愚痴を聞いてほしいもん。ドドンは見ての通りサルベージャーを、いやおう、しゃおう。ウッドシリンジを使ってこのラスカムの港からとあるトレジャーを求めサルベージしてるもん。でも取れるのはクズみたいもん。コレクションアイテムばかりもん。きっとこのウッドシリンジが粗悪なるのが悪いもん。聞いたところスペルビアのサルベージャー、シルバーシリンジとかいうすごいシリンダーを持ってるとか。
東堂もそんなすごいシリーズ使ってサルベージしてみたいの、あよこせってこと。あ、なんか違う、アップルランプと鋼鉄鉄鋼ラミボートを集めてきてほしいもん。それでドドン風シルバーシリンダーを作ってトレジャーを華麗にゲットしてみせるも、欲しいに頼りに余ってるじゃなかったドドンが頑張って集めたコウモリヒリコウモリヒンジをあげるもん。いらないような気がするけどやってあげるもん。サルベージチャレンジ、なんかクエストばっか増えてくんだけど、みんな協力お願い。いいえ、ちょっとクエストやりてえ、この辺のちょっとストーリー進めずに。アグーラ、はい、なんかすげえクエストが溜まってきたな。はい、ということでね、ということでってどんどん話しかけて全然やめねえや。はい、まあいっか、まあ、この辺前回話してね、あ、リーちゃんもなんかクエストある、こいつも話しかけるか。しっかりしてください、行く前から怖がってどうするんですか。うー、だってやっぱり勇気が。どうしたんだい、なんか困っているようだけど。あなた方は。そうだ楓ちゃん、この人たち助けてもらおう。楓ちゃん、楓っていい名前だよな。あの楓ってあれでしょ、あの奇変に風でしょ。まあそんな話どうでもいいか。そうだ楓ちゃん、この人たち助けてもらおうよ。またそんな思いつきを。とりあえず詳しい話を聞かせてもらえる。そっか、じゃあリタはドライバーになったばかりなのね。まあ新米ドライバーか、新米ドライバーね。はい、リグライは探索に来たんです。で少しでも強くなりたいなって。その割にはついて早々に助っ人を頼もうとしてますけどね。またそんなに私は頼りないですか。違うよ、私はただ。じゃあこうしないか、君たちは出発した後僕らも後を追うよ。なんかあったら助けに入るってこと。基本自力で頑張ってもらうけどね、それなら問題ないだろう。まあそういうことならいいんですか、ありがとうございます。やっぱりこうなると思った、ここであったのも何かの縁さ。なら目的は明確にした方がいい。手を貸すわけにもいかないだろう。とりあえずはこの辺りにあるという憩いの水辺を目指したいと思ってます。かすみ、心当たりはある？以前ハイブにあると聞いたことは、そこからそう遠くな、ここからそう遠くないんですけど。よし、それじゃ背中の方に向かって出発だね。巻き込んでしまって申し訳ありません。皆さんまた後ほど行ってきます。これ何のクエストなのこれ、見守るみたいな。任せてほしい。いえ、いいですけど別に。はい、ということでもうね、録画時間がもうね30分を完全に超えちゃってるので、まだ超やりたいんだけど、一回ここでね、シャープいくさけ、はい、6だか7だか8だか9だか5だか4だか分かんないけど、今回ねこの動画終わりたいと思います。またね次回の動画、次回ちょっとクエストやりてえなと思ってるんで、ストーリーは進むか分かんないですけど、はい、もしくはクエストをね、動画を録画せずにやるかもしれないですけども、まあ、次回はね、また、一緒に見ていただければ幸いでございます。それで今回動画は以上になります。ここまでご視聴していただきありがとうございました。バーイ。